姉ちゃんに託してまさかの協力プレー。ビッグがいいな、やったー、ジャッジゲームビッグです。あーよかった、赤だよ、やった、これはいける、これは自信ある。中断機能をねじ込みました。よっしゃじゃないのもね、犬かい。やばい、順調に10ゲーム、ちょ待って、50ゲームだこれ、あー本当に50ゲームになっちゃった。超えよ、超えよね、超えようね。やった、今日初の補充ゲーム。もう補充ゲームとかもあっという間に終わるよ。もう補充ゲームなんてもう終わるよ、終わる終わる、ラスト何事もなく中断リップを1回引いただけで終わりました。成功また終わっちゃった、10ゲームなんてあっという間だよ。あー終わった。152ゲーム598枚で終了です。これ抜けたら様子見てやめます。ただね、何にどうしようかちょっと悩んでて、せっかく、あー終わった、66ゲームでいつものステージに落ちました。ゴトゲーム抜け74ゲーム、ヘルゾーンの煽りもないですし、ここでハーデスはやめたいと思います。ただ出玉が今多分400枚ないぐらい、400枚あるかなぐらいあるので、この出玉を少しでも増やせるように何か台移動したいと思います。そう、ちょっとね、友が気になってるんですよ。やっぱり友かな、迷うな。タイムアップまでの時間があるので、台移動するにも早く決めないと、もったいない時間が。マジハロめっちゃ出てるじゃん、私迷ったの今日、出てるじゃんマジ。そう、ジャグラーにいい台があったらもちろんジャグラーに移動して、ダメそうだったら化け物語行こうかな。ファンキージャグラーめっちゃ出てる、お頑張ってんじゃん。え、私より出玉あるんじゃない？そうなの、見てこれちょっと回しちゃったんだけど、66で出たの。マジすごいじゃん、やるな、そうやるな、マジか、マジマジか。ということでお姉ちゃんの1位はなくなりましたね。私より出玉あるなんとなく分かったよ、あのゲーム数で。わあ、これじゃ本当にさ、並びでゴッと引いちゃうとかさ、すごいプラスの神回になることを午前中はね、午前中思っていたんだけど、
夢のまた夢のまた夢ぐらいだった。ここ行こうかな。ここだけハマっちゃってるんですけど、あと結構早いあたりがるから、ミコの近くだし、ラストはここのジャグラーで頑張りたいと思います。はあ、後ろにとてもいいハッピーが、いいハッピーがあるので、ちょっと移動しましょう。ありがとうございます。わあわあわあ、よいしょ、めっちゃグラフもいい感じ。ミコ頑張って1位取って、え、頑張って1位取って、1位頑張って、1位頑張るわ。1位目指してるでしょ。目指してる、ちょっと1位目指してるんで、ジャグラーで本気で。さあ当たった、263、嬉しい。普通の光り方なんだよな。ビッグで頼む。あ、リプレイか。ビッグだったね。ビッグレギュラー。え、バケなの。レギュラーだ。大事なとこでレギュラーなんだよな。でも当たってくれてありがたい。さあ、お姉ちゃんがバケを引いたところで見てください。55の127分の1、121ゲーム。こっちでお姉ちゃんに負けてらんないで。4000、お、来た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 、行くぞ。ビッグですように、ビッグですように、ビッグですように、ビッグですように。やったよ。イエーイ、あげようあげよう、よいしょ。わあ、やった、うまい、今日うまい、ジャグラーうまい。投手変わらず48本。かわいくない、48本。マジ見込み、マジで1位狙えるよ、めっちゃ光ってんもん。あ、こっちの方がいいですね、気づかなかった。すごいいい感じのジャグラーがタイミングよく開きましたので移動したいと思います。こちらもね、今移動した台なんですけども、440ゲームハマってる台です。ただそれまではすごい優秀な7連チャン、3連チャンとしている台なので、今回も頑張ってもらおうと思います。合成確率が120分の1ぐらい、1800ゲーム回転中128か。おー、当たった、嬉しい。452ゲーム、ビッグ。なんでレギュラーなの。2連続レギュラーです。なんでレギュラーなんだよな、いつも本当に。レギュラーボーナス2回だから出玉減ってますね。私ジャグラー下手なんですよね。逆に化け物とか行った方が良かったかな。残り10分はちょっと4000はきついな。4000はきついんで2ペカ。あー、でも消化の時間あるからせめて1回は欲しい。タイムアップまでに、あ、当たった。でもやっぱノーマルなんだよ、ノーマルなのよ。なんでピックお願い。だと思った、だと思った。あ、186ゲームです。タイムアップまでに毎回ありましたけど、やっぱりレギュラーでした。予感はしたの、流れとこれランプの色とね、予感はしたよ。ここで実戦終了ということで、ビッグ後63ゲームしか回せなかったんですけども、あ、ビッグじゃない、レギュラーの後63ゲームしか回せず、当たり引けず、で、まあ、少しなんですけども、皆様の最後の投票のポイントだけが本当にそこだけなんです。よろしくお願いします。
ということで皆様今日は一日ありがとうございました。本日の結果351枚、本当に皆様の投票だけが頼りです。よろしくお願いします。10分、あと10分やばい、勝ってお願い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 、ビッグでお願い、勝ってお願いお願い、わー光って、早く早く早く30秒、ビッグでかいからお願い、4、2、1、ゼロじゃん、ゼロじゃん、ゼロ、はい、終わってしまいました。1位になれるかどうかはつまり皆さんにかかっているということで、とりあえずどれくらいみんなが入れてくれたらいいかわかんないので流してみたいと思います。ありがとうございましたいやー、はめましたね最後、なんでなの、もう、あーお願いお願い、6は超えてた、ありがとうございます、イエーイということでやりました、622枚全然イエーイじゃないからでもありがとう、頑張ってくれた、さくらさんが全部出してくれましたということで6ポイント自力ではということで、皆さんよろしくお願いします、でもミコあのさっき本当に転んで怪我してるんで姿が急に見えなくなったと思ったらお尻ついてこけてってえってなったら虫が来たみたいな言って、おおっと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 来てるから、本当にね本当にね、あれはまだいい方のやつだったんですけど、ブーンとか来るからね、ちょっと襲われてるんです、虫に疲れるんですよ私。結構ね大学時代ゴルフサークルだったんですけど、私の周りだけあのいるなんでなんですかね、まあ、実践の内容はまずは置いといて、白鳥の部屋みたいな、あの徹子の部屋みたいな感じで、ちょっと1対1でその毎回来てくれるゲストのことを会話をしたいですよね。あ、でもね視聴者応援してに来てくれる方とかをこう巻き込んだ番組がいいな、やっぱり割とみんなで力を合わせてスポーツをやりたい。ただこれ前あった番組だからめっちゃもろばっかりだけど、でそれで負けた方があのファンの人を巻き込んで罰ゲーム、みんなで罰ゲームだから、うちらだけじゃないの、だからそこはちょっとね見てる、なんで俺たちまでってなるかもしれないですけど、そこはまあやってもらうということで、みんなでこう喜びも訳も分かち合いたいですよね。
姉ちゃん。え、ミコケ。うん。あ、ミコ。何してんの。もう今都会で一番長い雑誌ジャンバリ関東版フリーペーパー読んでるの。都会の情報いっぺん詰まってくからいっぺん読んでみ。いいよ、読んでみ、読んでみ。言うと思った。え、うん、持ってる。しかも私のが読み込んでるな、それはな。え、小原さんの漫画の知ってるか。知ってんの、知ってんの。さらにな、これもうこれすっげー衝撃だからね。いくよ、せーの。見た、今見た。ちょっと鳥肌立った。えろ、うん、え、しかも、かわいいな、こいつ。かわいい。これ、ジャンバリカントマ、すげーな。すっげーな。友達、みんな知ってっかな。知ってっけ。教えたら、うちら、私ヒーローになれるだよ。ヒーロー、いいな、かっけーな、かっけーな。ヒーロー、ヒーロー、なれて。なれて、なれて。あ、しかも、あ、ヒーロー。今度、あなたがヒーローだって書いてある。今度はあなたがヒーローか。ヒーローすげーな。ヒーローなっぺ。かぶってる、かぶってる。ヒーローなっぺ。ヒーローなってくっぺ。いくべ、いくべ、いくべ、ポシッペ。おー、これはいい、いいべ、いいべ。